それではここで両チームのスターティングメンバー並びに監督、コーチ、ベンチ入り選手をご紹介いたします。先攻シナノグランフローズのスターティングメンバー1番センター古谷王平、番号29、2番サード小西啓司、背番号55、3番ファースト宇佐美慎太、背番号1、4番レフト大川陽太、背番号8、5番セカンド和辻大輝、背番号9、6番ショート長澤廉治、背番号6、7番 DH ジェス、背番号51、8番キャッチャー梶間孝介、背番号22、9番ライト南出雄介、背番号3、ピッチャー牧野健信、背番号17。ベンチメンバーです。石本幸喜、背番号14、足立正彦、背番号15、福田正宏、背番号18、鈴木俊介、背番号19、原西雄大、背番号20、吉原海、背番号21、吉岡和義、背番号21、鈴木寛太郎、背番号30、遠藤入間、背番号41、高野朝日、背番号77、落合陽平、背番号27、藤原博文、背番号2、中村大河、背番号5、高橋拓也、背番号25、陽心大地、背番号7、山崎貴也、背番号24、コーチ荒西雄大、背番号20、伊藤秀則、背番号74、田中稔、背番号78、監督柳沢雄一、背番号88。背番号14、ダルビッシュ吉下、背番号15。
口、宇都宮市出身。中山隆史、背番号26、宇都宮市出身。塚越伊織、背番号36。小林洋平、背番号28。伊藤翔也、背番号33。桜市出身。脇裕斗、背番号51。那須塩原市出身。佐々木小美、背番号1。コーチ、内山大志、背番号22。吉川光夫、背番号18。成瀬義久、背番号17。小山市出身。飯原康、背番号9。小山市出身。寺内隆之、背番号00。